皆さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組、ジムラジジュエリーブランドの向こう側。この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。今日はですね、デザインは質の高いインプットからということで、久しぶりにというかね、デザインについての話をしたいなと思っています。と同じようにものづくりをされている方、ハンドメイドなどされている方、とっても多いと思うんですけれども、やっぱり皆さんデザインを起こすという部分についてなかなかハードルを感じていたりとか、あんまり得意ではないなとか、作るのは好きだけどデザイン難しいなとかね、そんな風に感じられている方もやはり私の周りでもよく聞く話だなというふうに思います。で、今日はなぜ、こういったテーマにしようかと思ったかと言いますと、今週はですね、以前も告知をさせていただいておりましたが、子ども向けのジュエリーサマースクールというね、セミナーみたいなものなんですけれども、それに、講師として登壇をさせていただきまして、そこで、子どもたちに向けて話す内容の中に、どうやったらデザインができるのかみたいなことをね、トピックとして入れました。正直やってみるとですね、子供に向けて話そうと思っていても、普段大人に向けて喋ってしまっているので、なおかつその話の内容が結構難しい内容だったので、気づくと大人に向けた喋り方になってしまっていたのはね、ちょっと反省だったなと思いつつ、それでも、伝わる部分があればいいなというふうに思うんですけど、やっぱり子供向けに話すとなった時に、削ぎ落とした部分も結構ありました。で、そんな部分をちょっと補足しながら今日はお話ししたいなと思ってるんですけど、ズバリデザインっていうのはどうやったらできるのかということを言うとですね、テクニカルにはいろいろ方法はあるだろうし、人それぞれデザインの出し方、アウトプットの仕方って違うと思うんですよね。ただ、ベースに何があるのかというと、結論から言ってしまえば、それまでの自分の人生の中でどれだけたくさんのものを見たり、経験したりしてきて、それが頭の中にアイディアの引き出しとしてたくさん蓄積されていて、で、それをどう再解釈したりとか、どう組み合わせるかっていうことでデザインというのはアウトプットとして出てくるわけなんですよね。なので、一つはそういうアイディアの引き出しがどれだけ蓄積できているかということと、もう一つは、それをアウトプットにするための、するためのというか、する訓練ですね。どれぐらいの回数やっているのかというところだと思います。なので、デザインが苦手だなと思う方も、自分なりのアウトプット方法が見つかると、それをどんどんやっていけば割とすんなりと出てくるものだし、やはりもう一つはよくね、いいものを、本物をたくさん見ろみたいなことを言いますけれども、本当に結論それに尽きるなというふうに思うので、それがどれだけできているかということだと思うんですね。やっぱりそのたくさんのものを見たり経験したりすることがすごく大事だよっていうのは、私が自分の経験上感じていることでもありますけれども、やはりこういう仕事をしている人たちは、ほぼほぼ口を揃えて一つの重要な要素として必ず言うので、やっぱりここは間違ってはいないなというふうに思うんですね。で、そこをどう子どもに分かるように説明するかと考えて、私はこのセミナーの中でリンゴの木の話を例え話としてしました。で、これはどういうことか、どういう話かというと、リンゴだと子供もね、すごくイメージがつきやすいじゃないですか。で、リンゴをデザインに見立てて話をしてみたんですね。で、リンゴがもし欲しいとなった時に、リンゴってスーパーとか八百屋さんで買ってくることできるじゃないですか。でもそれデザインがリンゴだとイコールで考えたときに、じゃあスーパーで買ってくるとか、八百屋さんから買ってくるとかっていうのは、じゃあイコールデザインを買うみたいなことなのかっていうと、やはりそこにオリジナリティを出すって難しいですよね。じゃあリンゴを育てようってなったときに、まずリンゴの木を植えますよね。で、聞いてくださっていた皆さんに、そのリンゴの木を育てようってなった時に、じゃあ皆さん何をしますかというふうに聞いてみました。で、ズームを使っているので、チャットボックスでテキストでこうたくさん答えをくださるんですけれども、なかなか想像していた以上のものが出てきて、そこすごく面白かったんですが、もちろん水をやるとかもありますし、太陽を当てるとか、そういう育つ場所を探すとかね、栄養のある肥料とか、
まあ、そういう答えが出てきました。で、それすべて正解なんですよね。リンゴの木を育てて、なおかつまあ美味しいリンゴがなるように育てるためには、豊かな、ね、栄養素のある土壌が必要だし、まあ、そこに毎日、お水をあげなければいけないし、それによってその深く張り巡らされた根ができて、初めてリンゴの木が育って実がなるようになります。で、この土とか水とか根みたいなところは、デザインということで置き換えると、まあ、例えばその土の部分はこれまで経験してきた、事柄、まあ、それが豊かであればあるほどリンゴを育てるための豊かな土壌になるし、まあ、日々日々あげなければいけないお水っていうものは、日々日々の、新しいインプット、新しい発見とか、あるいは自分が学びたいと思って得た新しい知識、まあ、そういうものが毎日毎日、与えられていくものだと。で、それによってそのアイディアの根みたいなものができた時に、やはり、最終的に木になるそのデザインの果実みたいなものは、やはり甘くて美味しいね、質の高いものになるっていうことなんです。で、もう一つのポイントは時間軸なんですけど、リンゴの木って、苗を植えてから実を収穫できるようになるまで 4,5 年ぐらいかかるそうなんですよね。で、やっぱりこれもデザインと一緒で、今日明日でじゃあデザイン100個出したいなってなった時に、やっぱ難しくって、それなりに今までのその得てきたもの、経験してきたものっていうのは必ずベースにあるので、それが豊かであればあるほど、いいリンゴができる、つまり5年はかかるということなんです。まあ、5年という数字はリンゴの場合ではありますけれども、やっぱりデザインを出そうと思った時に、長い年月ね、いいアイディアを貯めてきていれば、やっぱりたくさんいいデザインが出るっていうことです。で、リンゴの木は一回実がなるようになれば、その後も継続的に毎年毎年実をつけるっていうのも同じで、やっぱり一回ベースができてしまえば、やっぱりデザインって出てくるものなんですね。そして訓練というふうに言いましたが、そのやり方が自分の中で定着していけば、どんどん出てくるものだったりします。で、まあ、こんな話をしていますけど、私自身も、学生の時、まあ、服飾の学校だったので、洋服のデザインをするっていう時に、すごくね、デザインに苦手意識がありました。で、やっぱり周りを見ていて、デザインがすごくこう、うまいなと思う人は、アウトプットの回数が多いんですよね。毎日毎日デザインが書いてる。みたいな人たちはやっぱどんどんデザインが出てくる。でも私はデザインというよりなんかスタイリングみたいなところが好きだったので、まあ、そこに苦手意識があって、おそらく、この配信を聞いてくださっている方の中にもそういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そこはね、やっぱり今できないから自分はそれが得意ではないんだ、自分には能力がないんだってこととは全然ないっていうことは、まあ、声を大にして言いたいところだなというふうに思います。なので今日のタイトルにした質の高いインプットっていうのはどういうことかというと、さっき言ったリンゴの木の話で言えば、その土や水の質が高ければ高いほどリンゴも美味しいよっていうことなんですよね。で、この質の高いインプットはじゃあどうやったらいいのかというと、そのさっき、たくさんのものを見たり経験したりということを言いましたけれども、それがやっぱりですね、例えば本だけ見てるとか、ネット上で情報を得てるとか、それはねすごく浅いんですよね。で、一つ前の配信で、広島の平和式典に参加した感想をお話ししている回がありますけれども、まあ、それもやっぱりその原爆投下された時間にされた場所で黙祷を捧げるっていうのは、自分にとっては非常に解像度の高い経験で記憶に残るんですね。感情にも訴えかけているし。で、これって他の場合でも同じで、やっぱり視覚的に見て記憶しているものというよりも、体感として記憶しているものの方がよほど質が高くって、記憶に残っているんです。つまり目の情報だけではなくて、例えば聴覚だとか嗅覚だとか、空気感みたいなもの、やっぱそういうものをすべて総合的に人って記憶をしているんですよね。なのでよくこう、まあ、最近メタバースの議論とかがあって、メタバースってどこまでその現実を拡張していけるのかみたいなことになりますけど、でもメタバースはどこまで行ってもメタバースだっていうのは私は腑に落ちてるところで、つまり現状は、匂いの部分とか、それからまあ食感はまだいけるかもしれないですけど、その空気感みたいなものっていうのは、
メタバースの中では感じられないんですよね。でも人間の脳って視覚の方は後に発達しているので、嗅覚の方がより本能に訴えかけられるものらしいんです、脳科学的には。でもそれを言われると確かに自分の子供を見ていても本当に匂いに敏感で、まあ、ちょっとなんか歩いてて料理作ってる匂いがしたら匂いするみたいな、それは臭い場合もそうですし、ママの匂いとかパパの匂いとかもそうですし、やっぱり子供ってすごく本能的に生きてるなと、すごく匂いに敏感だなって日々感じるんですよね。なのでよくね、例えば恋人の香水は絶対覚えてるとか、そういうのもありますけど、匂いで記憶してるっていうこともとっても多くて、なんかそういうことを含めて体感的に経験してるっていうことが あればあるほど良いんじゃないかなというふうに思うんです。で、なんかこれって結局この、まあ、環境みたいなところもあって、まあ、そのセミナーの中でもお話をしましたが、日本に生まれて日本で育って日本語を喋って日本の文化の中でみたいな環境と、かたやアフリカで生まれ育って見てきているもの、日々見えている景色みたいなのって全然違うので、やっぱりそれが全てその人のインプットになっているわけです。やっぱりそこから生まれ出るものっていうのが、必ずあるんですよね。だから親という立場で言えば、やはり子供に対してどういう環境を作ってあげるのかってすごく大事ですし、やっぱり周りを見ていても、デザイナーみたいな仕事についている人はやっぱり親の代が、まあ、そういったことに興味があるっていうのはあります。私も、まあアートとか見せてもらったわけではないですけれども、やはり音楽の先生なので母が、なので音楽とかそれから演劇舞台みたいなものは小さい時からずっと見せられてきているし、絵本の読み聞かせとかもおそらく他の家より多いんじゃないかなと思います。やっぱりそういうことは影響しているなと思うので、やっぱりそういう子供にクリエイティブな部分をね、養ってほしいと思ったら、やっぱり親が作る環境って子供が小さいうちは自分で選べないので、とっても大事だなって思うし、あとはその大人になってからは、でも高校生とかね、大学生とかになればもう自分で環境を作ることができますよね。住む場所とかは変えられなかったとしても、どういうところに行って、どういう人たちと接して、どういうインプットをするのかというのはかなり自分次第で変えられるところがあるので、そういう意味で、やはりその自分のクリエイティビティを作るのに、環境を作るっていうこと、すごく意識した方が良いなというふうに思いました。なんか私が例えば出しているデザインで、ワットポーっていうデザインがあるんですけど、まあ、これはね、タイにちなんだ展覧会をするということで、その時に、まあ、タイならではのデザインを出そうということで持ってきたんですけど、断片的に言えばですね、ワットポーという、まあ、タイの中の寺院の装飾の一部をデザインにしているので、すごくそのなんていうのかな、なんていうか、奥行きはないように感じるんですよね。言ってみればインターネットでワットポーの装飾って検索して出てきた写真の一部をモチーフとして切り取ってジュエリーを作ることできるわけじゃないですか。でもそのワットポーというのがなぜ奥行きを持たせられるのかというと、私がワットポーに実際に行ったことがあって、まあ、なんなら、タイに住んでいた時ではなくて、本当に一人で女性一人で一人旅をしてブータンに行った帰りにタイに寄ってワットポーに行ったんだったと思うので、まあ、その時のその私自身がタイという、初めてタイという国に行って感じたこととか、ワットポーという寺院の中で、まあ、例えば野良猫が寝ているな、こんな花が咲いていたなみたいな、まあ、その横にタイ人のおじさんたちが座って喋ってたなみたいな、まあ、そういう記憶がすべて頭の中にあって、それがあるがゆえにこのデザインが生まれるし、ストーリーを語ることができるわけなんですよね。だから合わせる石とかも何でもいいわけではなくて、やはりそのタイのその景色が思い浮かぶような、タイにある色を選ぶみたいな、まあ、そういうことをやっているから、完成できるわけであって、そういう意味ではそのタイの匂いや空気感っていうのも含めて自分の頭の中に残っている記憶、そこからデザインが生み出されてるっていうことなんですね。なので、まあ、そんな風にですね、その奥行きのあるデザイン、ストーリーのあるデザインっていうのは、やっぱり自分自身の質の高いインプット、体感したこと、体験したことから出てくることが多いよっていうことをね、があるなというふうに思います。なので、
まあ、夏休みということもあってね、お子さんが、お家にいる、という方、特にね、夏休みだからどこかに出かけるっていう方もすごく多いと思うんですけれども、やっぱり子供には、いろんな経験をさせてあげて、それがその、なんていうかな、紙や写真やっていうのではなくて、本当に彼ら彼女らの実体験として記憶に残るね、ことを親がやってあげるっていうのは、ゆくゆくすごく、大事なんじゃないかなと思います。で、今のデザイナーって、やっぱり求められているものが物質的に目に見えるものプロダクトをデザインするだけじゃなくて会社の経営もデザインだし、もっと概念的な部分をやらなければいけない、まあ、ジュエリーデザイナーという括りではなくてデザイナーと呼ばれる人たち全体で言うとやっぱりそういう部分を求められていることがすごく多いですよね。企業でも私もこの間弟と久しぶりに喋っていたらなんか会社でデザイン思考のセミナーを受けさせられてお姉ちゃんちょっと聞きたいんだけどというふうに言われたんですよね。やっぱりすごく変わってきてるなと思うので、そういう意味でも、さっきのリンゴの木じゃないですけど、今得たインプットっていうのがどこで活かせるかっていうのは、本当に5年後だったり、10年後だったり、15年後だったり、するんですが、そのために今から豊かなインプットを、させてあげる子供だったら、そして自分自身だったら、自分で意識してするっていうことを、するのが、やっぱりね、いいデザインを生む一つの、まあ、要因なんじゃないかなというふうに思います。なので、デザインということで、ちょっと悩んでいる方がいたらですね、そういうインプットの方も、ちょっと考えてみて、そして自分なりのアウトプット方法を見つけていただければなというふうに思いました。それではちょっと長くなりましたが、今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。